これに乗って今からアパレルのドラゴンに会いに行きましょう。行きましょう。Let's go。 はい、というわけでさっき言ってた僕の友達のお店のアメリカンワナビーさんです。ここのお店 そのドラゴン、僕の友達なんですけど、と服やってますけど、もうちょっとしたら来るのかな、ね、うん、もうそろそろ来ると思います。ここはまあ内装もちょっとやらせてもらってるのと、まあ、あとは服、今後こういうアパレルであったりとかこういうファッションっていうところもいろいろ上げていきたいんで、そういうところを紹介していければなと思ってます。とりあえず今日は今から来るちょっとドラゴンっていう、ドラゴンとは何ぞやと思いますけど、ちょっとドラゴンさんをね、ちょっと待って、ドラゴンさんを紹介したいと思います。今だいぶドラゴンさんのハードル上がってますよ。ドラゴンってドラゴンみたいな。はい、というわけでさっきの噂のドラゴンさんが到着したので、 ありがとうございます。今日はどうだ。こちらこそ、こんにちは。すいません、遅刻して。いきなり。遅刻はしてないからね。もう僕らが適当にもう撮影するわ、言うて、いきなり開けてもらってるんで。はい。すいません、お休みのところ。全然です。協力していただいて。で、名古屋の頼みだった。やってまいりますよ。で、僕と龍はちょっと同い年で友達なんですけど、はい、そういう今後アパレルだったりとかは、もう僕はもう全部ドラゴン、まあ、龍さんにお願いしてるんで、今後そういうのも紹介していければなと思ってます。はい。よろしくお願いします。僕は一応アメリカンワナビーというお店を一応やってるんですけど、アメリカンクラシックカルチャーをもとに古い洋服をイメージしたようなセレクトだったりとか、まあちょっと名古屋もそうやってモデルとかプレスも協力してもらってですけど、ちょっとオリジナルブランドを作ったりとかしてて、まあ、今後もそういうアイテムだったりコーディネートだったりスタイリングとかいろいろ紹介してお手伝いさせていただけたらいいなと思ってます。今後ともよろしくお願いします。お願いします。まあ、だから今後は僕とかリュウとかあとタカさんがメインになっていって、あといろんな僕らの周りのイケてる友達を僕は紹介していければなと思って、はい、勝手に紹介していければなと思ってます。だからここはまあメインで大阪でやっていく、まあ、メインなのかな、僕の中では勝手にって思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。お店紹介していきたいと思います。一応ここの内装を僕もいろいろ携わっているので、そのあたりも紹介していきます。はい、中に行きましょう。どうぞ。こっちのね、スタッフの沙織です。好きにやってくれていいよ。そんな気に使わないと。自由にしていただければ。ここは？ここはもう、うん、いい感じに。基本的なメーカーワナビーさんは、まあ、クラシックなイメージなんで、結構ヴィンテージ大事にしてます。はい、まあ、こういうのもまたね、いろいろ紹介していければと思うので、こういう重機ね。重機ね、作ってくれたブラックスミスさんっていうところもまた、皆さんね。皆さん、突撃できればいいよね。ああ、名古屋もね。突撃してみようかな。楽しそう。こういうのも一から作ってくれてるかっこいい職人さんいるんで、うん、そういう人もどんどん紹介していければなと思います。なんか2階がすごいんやって。2階、はい、2階も、ね、2階名古屋にね、全部、うん、もともとね、事務所使いで、そうそうそう、ずっと使ってたんですけど、まあ普通に僕も仲良くなって、まあ龍とは付き合いなんやかんやで、僕も東京いたんですけど、東京でもともと共通の友達がいて、それで内海でも8年ぐらい、うん、長いよね。なって、で、僕が結局関西で独立するってなってから、もう僕基本的に服あまり分かんなかったんで、もう全部任せてます。いろいろ教えてもらったりとか、何買ったらええのっていうところから全部世話してもらってます。おされてますね。じゃあちょっと2階も見ますか。じゃあ2階行きましょうか。はい。はい、というわけで2階に行きました。はい。ね、ここも大変やったね。難しいよね。何年前かも忘れたけど。めっちゃ前。まあ本当突然決まって、もともと事務所だったんですけど、まあ、タカさんがそのでポンって、もう事務所ってところで、でそこでなんかいろんなことをユーモやってたんで。そうですね。もともと本当に
あの2階はあの販売スペースにはしてないので基本的に、なのでまあ事務所兼ショールームみたいな扱いで使わせてもらってるんですけど、まあ、結構いろんなブランドさんのポップアップがちょこちょこ入ったりとか、まあ、ちょっとそういった展示会イベントだったり、まあ、ちょっとあのタトゥーゲストワークで2階でちょっと撮ったりとか、まあ、いろんなことで使わせてもらってる2階なんですけど、どうせやったら俺がいきなり来て、そんなかっこいいんやから龍はもうここも覚悟しないとって言って突然、もうこれも本当に天井も何もなかった。あ、天井があったやな。天井がね、あったもん、ね、天井があった、もう普通の高さが写真はめとめたら分かると思うけど、もう当時2日目の時点でいきなり予定になって、今天井をぶち抜くなって確かにいい針を見つけたとか言って名前から、ね、天井潜ってる時に天井かっこいいぜって言って言い出して、じゃあ抜くぞって言い出していきなり抜き始めたんですね、いきなりもうとりあえず抜いてみようっつって、意外といい針が出てきたからね。めちゃくちゃ。これもみんなで塗ってなんやかんやで大変やったね。これは大変だった。灼熱地獄の中、真夏だったんだね。冷房と水が効かなくなった。そうだね。そんな感じでやって、でまあここのショルってね。あ、そっちますか。硬いからね。はい。というわけでそういう形でここ内装なんですけど、まあ基本的に。やるぞって俺がいきなり決めて、まあ龍と喋りながら、まあ僕の勝手な、まあ龍はもう丸投げで何でもいいよって言ってくれたんで、そうですね、任せますって、ね、勝手にやったんですけどまあ僕の勝手なイメージ、龍のイメージでこういうヴィンテージのタイルであったりとか、この収納、ここはちょっと収納が結構、まあ、事務所使いもあったんで、かなりのその服のストックが多かったので、収納の棚であったりとか、そういうところでまあ見せれるさなっていうところも買うよりは作った方がいいぞって、こういうヴィンテージのトタンとかもこういうのもアメリカから輸入してみたりとか、古代使ったりとか、あとアンティークはめ込んだりとか、いろんなことを僕がイメージしてパパパッとシャンデリアも全部と作りしましたし、ね、これをやっぱかっこいいって言われるな、一番オリジナルシャンデリアが2階でね、窓があるんで外から見えちゃうんで、そこはちょっとシャンデリアがあった方がいいなとか、まあそういう形で作って、結局ここでね、いろいろやることも増えてきて、本当に改装してもらってよかったです。ここは嬉しいですね。本当にもう伝えたいぐらいにノリで決まりましたからね工事も3日で終わってるし、ね、相談でもなかった気もするしっていうかもうやろうよっつって日常の流れでピュッて始まって終わったね。でまあ今後こういう先も言ったんですけど、いろんなかっこいいと、僕の中のかっこいいと思う人をどんどん勝手に紹介していければと思うので、まあみんな僕のイメージなんですけど、かっこいい人ってこういう露出嫌がるイメージがあるんで、引っ張り出したろうと思って僕がなんかやっぱり不思議はあるよね、うん、YouTube ってなるとやっぱどうしても億劫かなと思うんで、僕が勝手にやって勝手にかっこいい人を紹介していければなと思うんで、もうどんどん紹介してほしいとか言う人いたらどんどん言っていただければ、素敵だと思います。コラボしていけたら面白くなるかなと思って、うん、いいよね。ね、そんな感じで始まった YouTube ですからね。はい。突然、これもまた突然始まった企画ではあるんですけど。名古屋の YouTube はね、僕、まあ、友人個人としても結構楽しみにしてたんで。まあ、全然まだまだ伸びてないですけどね。バシバシやってもらいたいと思いますね。まあ、それの本気でやるぞってことで、ね、タカさんのスタジオをに住むぞっていう計画もあるんで、もう夜中家ね、家タカさんの家の上か下に住もうと思ってるんで、だったらもういつでも夜中でもうタカさん起こしてで編集できるんで、まあ、いつでも YouTube 撮り放題やもんね。撮り放題やね、うん、で今僕の拠点が一応京都とか滋賀県にもお店あったりとか、京都にその工務店デザイン会社の事務所があったりするんですけど、それもまたおいおい紹介しますけど、そういうところでまあやるのも良かったんですけど、どうせと大阪引っ越そうってことで、車も全部持ってきて、そういうのも日常ね、大阪走り回って、うん、ちょっと目立ったろうかなと思ってます。2022年は。楽しみですね、今年1年。いろんな人巻き込んで、僕が好き勝手やる YouTube チャンネルだと思っていただければ。嵐のように。巻き込まれたくない人はもう今のうち言っといてください。もう巻き込み決定で言うと、まあその今アパレル、
まあ、リュウが今やってるアパレルがあるんですけど、このナストイズっていうアパレルなんですけど、ブランドですね、ナストイズっていう、ナストイズってブランドを、はい、もうやるっていう、これやったらいつやったかね、ユーズに入ってるし、いいだとね、これやったらいつやったかな、ちょうどね、2年目なんで、去年ちょうどコロナ禍になってからスタートしたブランドなんですけど、ナストイズもどんどん紹介していけたりとかで、あとはそういう僕がファッション、さっき言ったみたいにちょっともともとそんなに興味なかったんで、それでリュウにもお任せしてるので、そういうファッションの、それこそファッションを全然知らないこの紹介であったりとか、そういう説明もリュウにいろいろ教えてもらったりとかしていったら、どんどんファッションもしやすいかなと思います。はい、あとこういうね、撮影とかもね、雑誌とか、そうね、アップスイープ雑誌とかもちゃんと結構載ってますよ。オールドアメリカンカルチャーなので、結構そういうバイクに乗ったりされる方とかもなんか好きな方が多いジャンルなんですけど、まあ、そういうバイカーファッションマガジンね、アップスイープ、アップスイープさんに今回ちょっと一緒に掲載していただいて、まあ、アップスイープさんもこれ鶴さんやってるんですけど、鶴さんに許可も勝手に今取ってないんですけど、これもういわゆる巻き込みです。怒られたらもう仕方ないよ。怒られたら僕は素直に謝れるんで鶴さんがもし怒ったらもう謝ります、動画も消します、カットしてもらって鶴さんも交えてまた突撃させてほしいなとは思ってます。バイクも持ってくるからね。そうだね、僕のバイクもこっち持ってて、リュウもバイク乗ってるんでっていうのもお茶目なタカさんがいるんでね、ガッチャン当たってました、ね、ここはまあ心斎橋になるんですけど、この辺でもうアメリカンカルチャーをガンガン僕はもう話したいなとは思ってます。もうアメ車ガンガン走らせて、バイクガンガン乗って、どんどん僕らのライフスタイルであったりとか、そういうところも紹介していってたりとは思ってます。ファッションは、ファッションは、ファッションだけではないですもんね。だから今後やりたい企画としてはね、あるもんね、こういう、うん、まああるもんねっていうか、僕が勝手にやりたいってするんですけど、こういうリュウのお店の服を僕がいろいろ着回して、僕がもう素人の質問をしてリュウに答えてもらう。例えばこういう服、例えばこういう服着るにしてもみんな何着たいのって僕も分かんなかったので、どうすんのっていう説明とか もう全部彼に教えてもらってる。指輪の付け方すらも全部聞いてます向きとかもあるんですって、してました、みんな指輪の向き、ねね、僕は知らなかったですけどね。まあ、あえて逆にする人も多いんですけど、指輪はデザインがね、こう思って人にきちっとこう見えるように、 人から見た時に正面じゃないといけないっていうのが一応指輪の付け方らしいんですけど昔生えたこのハンドサイズ、言われて育ったハンドサイズと一緒でしたね。LA とどっちやと。はい。みたいな。なので、そんなしょうもないことも踏まえながら。まあ、あれは最初から全部逆ですけどね。だからそういうファッションの切り口もどっちかというと、もう、まあ、僕はもうこういうキャラなんで、そういうのも面白おかしく紹介できたらな、みたいな。こんな服どうやって着んねん、みたいな。言ってリュウに紹介してもらうチャンネルもどんどん作っていくんで、このお店はこれから登場頻度がだいぶ高いと思われるんやけど、そうですね、はい、だからもうアメリカワナビーさんとアドライブさん、まあスタジオ、さっき前半で撮ったスタジオ、写真のスタジオ、あとはここのアパレルっていうところは大阪どんどんメインでやっていくと思うんで、そこから巻き込み系でやっていきたいと思います、はい、ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでそういう形で久保田さんにインスタとかもまた載っけてるので、フォローとか、まあ、チャンネル登録していただければと思います。あとは、まあ、コメントで、どん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 意見いただければ、よくしていけるかなと思います。それで皆さん、ご協力お願いします。